サマーズチャンネル。どうも。ね、なんていうか忘れちゃったから今。わかんなくないよ。なんていうんだ、なんていうんだっけっていう時いっぱいあるから。ね、うん、何回もやってるのにね、うんうん。さあ、じゃあ今日ね、はい、これってことはあれでしょうね。何かやるんでしょうね。うん、はい。じゃん。ボードゲーム勝ったら春風に継ぐから褒め、え、褒めの言葉。お、何もらってんの？マジ？勝った方が。そこまでまだ知ってないかもしれないけど、まあまあ何かしらね、うんうんうん、我々のこともそんな知らないと思いますけど、わ、うん、かりました。じゃあボードゲームやるということでね。早速今回のゲームになります。さあ一体何なのか。何だろう、何種類ある？4種類ある？3種類です。ん？推しはどれ？推しは一番右の麻雀みたいな。これ、はい、竜って書いてあるけど何なのこれは。これはなんか相手が数字何出してるかを予想して。ヘックスヘックス。まあまあまあ失礼だよ。しゃべ人がしゃべってる。笑いじゃない。笑いじゃない。まあ、まあ笑ってる場合じゃない。申し訳ない。それはどうですか皆さん。やっぱなんか一番シンプルなその一押しのね、うん、相手の一押しのやつやろう、うん、はい。クーロンタクティクス。クーロンタクティクス、ね、戦術はタクティクス。クーロンね。相手の数字を予測する対戦型心理ゲーム、うん、勝利条件、相手が出す数字より大きい数字を出せば1ポイント、うん、9回戦のうちより多く勝利した方の勝ち。ルールね、1から9のタイルを自分にだけ見えるように配置、うん、相手の出す数字を予想して場にタイルを置く、うん、機械が自動で勝敗を判定し次の対戦。それすごいね。それがすごい。これが反応するっての中に何か入ってんだ。じゃあ一個一個数字と数字のあれが何か反応する。何か入ってんだろうな。入ってんだろうな。一個だけ9に唯一勝てるのが1です。ああ、そういうのがあるんだ。うん、やっぱ5勝4敗ぐらいが一番いいでしょうね。面白いですね。やってみる、ね、やってみよう。そうか、だから電源が入るのか。勝負する音だね。で最初だけ先行後攻決めていただいて、で2回目からは、その手番で勝った方から先行になります。先行同時じゃないのね。先行後攻あるのね。じゃあちょっとね、なんか勝てそうな気がしないんだよな。俺はワクワクしかしないんだけど。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ。よし、先行が先行を選べる。選べます。先行の方が不利でしょ。不利なんだ。奇数か偶数かなんとかバレちゃう。入れるもんね。そうか。後攻でお願いします。じゃあ先行で。はい。俺ね、後攻だから。俺が置くのね。何にも今考えられないんだけど、出した感じに対応するしかねえな。あ、間違えちゃった。どうした、なんだ謎のこのカメラ寄りに置くみたいな。三村さんがやらなそうなやつやったらくるって引っ返してくれた。こうやってカメラ見せてあげたのね、うん、そういうあんまりやんないやつ。減る減るって 見せてくれたのね、うんうん、俺の考えが読まれちゃった。やめろよ。もう分かんない。アタッカーレイヤータイム。早くしろよ、早くしろよ。アタッカー知ってんね、知ってんね。アタッカー早くしろよ。もう見せるやめたんですよ、カメラに見せる。何置くか。でもなぁ、情報ゼロだもんな。情報ゼロよ。ピロロンって言っただけで、うん、でこれでも俺がもし勝ったり負けたりした時に、あ、なるほどってなるんだね。あ、1回戦目が大事だね。自分だけでね、これで勝てるかどうかだな、うん、だから今俺いろいろ言いたいけど言っちゃいけないんだよな。うん、早くしろよってすげえ言ってくるから。あ、え、あ、時間制限があるの。
慌てちゃって今。あ、俺負けたんだ。勝った俺。大竹さんの勝つ。ブループレイヤー is now the attacker。なるほど。これでここに置くの。両方。はい。じゃあ俺先行だね。はい、うん。うわー、なるほどね。なるほどなるほど。今何置いたっけな俺。これ奇数奇数なんだな。あー、ちょっと待ってよ。何も画面に見せてないけどいい？入ってるね。あー、いっぱい見られちゃう。なんだよこれ、いっぱい見られちゃうやつよ。俺何出したっけ、何出したっけ。 なあ見られちゃうのやだわ。時間くるよ。あ、そうか、なるほどな。うわ、俺勝った。マジで？俺先行だ。何出したんだろう俺。やべ。よし、いい読み、いい読み。ここを勝たないとっていうところで。そうでしょう。勝負どこだったんで今置いてください、こちらに。くっそー、やべやべ、負けちゃう、ストレートで負けちゃう。やー、ジャッツ10セカンド、ジャン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 。ここ負けたら、あー、いい読み、いい読み。なるほどな、なるほどなるほど、いい読みだ。だって一回は勝てないんだよ。くっそー、もう追い込まれちった。4連勝ですね。ここだよね、勝負どこは。もう一杯もできないんだ。ただここでしょうね、勝負どこは。やつ、偶数を置いたんですね。引き分けてる場合じゃないんだよ。そうか、引き分けもあんのか。だからね、うん、1個目が大事だったよ多分。だ、先手必勝を狙ったのかな。だから俺初戦ちっちゃいの出てくると思ったから、うん、多分奇数3を出してると思った。ああ、もう当たりだわ。うん、で次は俺が弱いの出しそうだと思われてるから、うん、強めの出したの、ね、あれあれ、俺勝ってない、これ勝ってない。何も画面に見せてないけどいい？入ってるね。あー、いっぱい見られちゃう。なんだよこれ、いっぱい見られちゃうやつよ。何出したっけ、何出したっけ。 なあ何出したっけじゃないんだよ。忘れちゃうんだよ、自分のメモしとかねえと。見られちゃうのやだわ。もう一回やってみる、やり直す。いや、やり直しなんですか。でもこの不正はちょっとな、ね、不正っていうか流れが変わったかもしれない。流れ全部変わったよね。うん、なんか喜んだのに、なんだほら、あで、これ先ちょっと待って、お手さんぐらい距離がないと倒すことが分かる、うん、そうなんだよ。で、じゃんけんからね。マジかよ、よかった、危ねえ。
よし、行こう。最初はグー、じゃんけん、ほい、あいこしょ。あー、だーっ声枯れちゃって今、ダッサイ。でも、手さんから出すんだよ。ん、あ、俺、先行ですね、うん。これですよね。高校、あの先行になると全然考え方違うな。あ、そう、最初の先行。もう分かんない、もう最初何出していいか。そんな先行高校で気分違うか。違う。俺一緒だよ。全然違う気分。偶数を出したんですね。って言われちゃうのも嫌な。そうなのよ。なんで分かったんですかってルールなのに。なんで俺が偶数って分かったのってなっちゃう、うん。なるほどね。あと何出したか忘れちゃうね、自分で。さあ来い。ここで決まってくる。この初戦が大事だから。どうなるか。いや、わあ、ほらな。ほらやっぱそうだろうなと思ったんだよ。うん、やっぱね。声枯れちゃったよ。それね。ビーブランさんです。見えてないよ、ね。複雑な色で。偶数ですね。だけど。偶数でしょうね。一回は偶数同士ってのあったもんね。だから別にいいんだよね。いいんだよね。だからもったいない感じしちゃうんだよな。そう、1個差で勝つんじゃなくて、そうそう、2個差で勝つみたいなことだろうな。うわぁ、もう分かんねえわ。よし、奇数ね。これ負けたら終わり。よし、なるほど、いい読み、いい読みね。まあ、うん、俺のあの設計図通りだ。あ、なるほどね、うん、2戦目は、ね、だショックはないよね、うん、私の誤戦するための戦いだから。そうか、分かるよ。負けを計算入れてくる。はいはいはい、そこを入れられるかどうかな。かつての西武の森監督のようにそこを入れられるかどうかな。負け試合を作る。ここですよね、3戦目。この1勝1敗になった時の、うん、ここ取りたいね。取りたいか個人の自由、ね、やばい。怖いね。この3戦目非常に怖いです。よし、おっきい。これはでかい。これはでかいぞ。そして先行。ここしかないよね。やばそうっすね。ん？あ、グーね、グーグーね。さっきとリアクション違うでしょ、うん、計算通りですか。今のとこ計算通り。やばいのよ。翔さん、俺からになるんだよね、これが。ここだよね、勝負どこだな。よし、ここで。ちょっと違った、読みと。読みと違った。え？読みと違ったわ。よし、うんうんうん、なるほど、なるほどね。ちょっと読みと違った。勝つべくしてたんだよね。分かるよ、分かる、分かる。今のはいいよ、計算だったな。いい勝負だね、計算上。ただ俺も、うん、可能性あったから、そんなに動揺してないし。そんなに動揺してない。してなかった、してなかった、うん、ね。だからちょっと読みが違う。勝とうと思った人が今のところよしって言ってるもんね、うん、読みが違っただけだ、うん、俺からか、うん、なるほど。
分かってるよ。どっちだ、負けに来てるか勝ちに来てるかで、取りに来てるのか。やばい、え、同じ引き分け、引き分けか、引き分け、同じの出したの、あれ出したの、あれ出したの、勝負どこだったんだやっぱり。あれあれで引き分けってお互いラッキーじゃない。お互いそうだね、同じ読みしてた。なるほど、あれ1で引き分けじゃないの。そうだね、うわ同じ考え方だったんだな。はい、10 seconds。 ダメだよ。え、これで取ってどうなの。だから大竹さんが今引き分けたのでかいんだ。でかいよね。なんでまた俺が先行なんだろうってちょっと思ったら不利だったんだ俺の引き分けは。え、俺取ったら勝ち。だから、あ、負けは引き分けがあるのか。でも引き分け、あ、あるのか。引き分けあるんじゃない。よし、4勝、4勝したんだね俺。連続で次2回勝てば引き分け。え、まだ試合続くの。そうじゃない、2連勝引き分けになるんだ。俺の負けがないんだ。俺から、10 seconds。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 あぶね。こんだけやってて急にここに入っちゃって、ちょっとパニックって、あの煽りがすごいんだよ。もうこれ置くしかないじゃんな。よし、まあまあまあそうでしょうね。まあ負けに行ったんだろうね。まあ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 負けに行ったんだろうな今のは。だこれが引き分けでも俺の負けってことだよね。あ、そうなん、なんで。だってもう4勝してんじゃん、うんうん、3勝しかして次これ宮野さん勝ったらどうだよ。そう、よし、そうなんだ。知ってた。知ってるよ、見てる。だから痛かったらね、引き分けが。そうか、俺もうこの引き分けの時点でもう負けが、あ、引き分けだなと思ってたから。あ、もう低い数字しか残ってなかったのかな。そうなの、あの1同士のここですね。大竹さんの考え方はもうこの辺で試合を終わらせたかった。そう、決めに行ったのよ。三村さんが9出すと思って決めに来ようとして、あ、絶対に勝とうとして同点にしようで1で潰そうと思ったら俺が9出すと思ったんでしょ、ね、俺9どこで出したんだろう。もう9出で出して、出で9だ。この1、1でしょうね、ここの。そう、ここ、これですよ。最初からやってみる。ああ、だから出で9を出したわけ。ああ、先行、俺高校、ね、先行だったっけ。高校か。でも俺さすがに9はないだろうと、うん、1個目でこれがまだ呼べないで、2個目がで、これ取りに行ってます。俺あんま取りに行かなかったと思う。6、あ、ギリギリ、あ、取れたらラッキーと思ったな。ああ、俺もそう、これ取れたらラッキーで、3つ目でこれ取れたら。いやだ、この辺に負けたのが痛いな。あ、これも負けていいって負けていいだね。で、多分ここで勝負いってるはずだけどな。8位ほら。あ、負けで負けたのか。そうなんだ。これ負けにいってたんだよ。うんうんうん。ここで9出してないと思うんだけどな。3だ。ここで俺高いのを出してると思う。そうね。もう負けられないと思って。で最後だね、ここ勝負。俺使ってるから。だから9を出す。俺が出してくると。うん。で、で残ってた9をこれ勝ちにいった。あー、すげえ。7で勝てなかったの、これはもうショックだった。そうだね。そしたら俺はもうあの4 と, 4と2しかなかった。なるほど。で5と4で勝てた。これでかいね。あー、でかい。 これ逆転してたらまた大竹さん勝ってました。そうだ、あ、俺勝ってんだ。だから強いのから出してよかったんだ。弱いのから出してよかったな。あとこのゲームすげえ面白い、ね、面白いなあ。これ面白いよ。酒飲みながらずっとやっちゃう。やっちゃう、これ
この1と1出すあたりが痺れたな、あそこは。あー大竹さんはまずこうトイロですね。トイロちゃん、あの天然な方ね。そうですね、春風に次ぐの一色トイロです。字うまいね。うまい。お会いするのが2回目でしたが、今回のサマーズチャンネル T シャツがお似合いで、メガネもおしゃれでした。まず容姿ね。容姿ね、いつもお話を振ってくださったり優しい目で接してくださるので嬉しいです、うん、リンカーンなどで拝見していましたが、想像と変わらずのイケオジでもはや安心感を感じます。お褒めるね。お体に気をつけて、これからも紳士でいてくださいって。なんかあの安心感っていいね。いいですね。大人の男みたいなイメージね。よかったよ。そして、うん、春風に次ぐのトンズですと。字うまいの。字うまい。やっぱいいね。逆変えるかだね。あ、上がるね。上がる方の。大竹さんは2回お会いさせてもらいましたね。2回目の甘いものを食べる回ではフォームを崩し、自らを強者の天才と名乗る三村さんの横でとても落ち着いていましたね。フォーム崩した。強者の手、三村さんがフォームを崩した状態ですね、うん、食べるのが一番早かったのも男らしかったです。またお会いしたい、そう思わせてくれるあったかい大竹さん最高で、今何時間切れしちゃってる。はい終わり。いやいやいや、ジョーン、あったかい大竹さん最高ですよ。どこなんだ今。おお、たまちゃん、おでた、溢れ出ちゃうからみたいな。なんかかっこいいな。ぶっちゃけマジですごいなって。サマーズチャンネル。